どうもマカオ散歩ソンツンです。今日はですねマカオ半島、やや北部の方にあるサムジャムダンというですねローカルエリアに来てるんです。最近ねちょっとこの辺りで撮影することが何度かありましたけれども、このサムジャムダンというエリアなんですが、ローカル食堂っていうのもねたくさんあるんですけれども、ミャンマー料理店っていうのがですね実はこの辺り結構あるんですね。で今日はですねその中の一番有名なところに行ってですね、ちょっと軽く食べていきたいなと思います。マカオにいながらミャンマー料理を食べれる、マカオにいながら東南アジア気分を味わえるということでですね、ちょっと南国風なものをですね今日はちょっと食べてみたいなと思いまして、ここまでやってきましたので、早速これから移動していきたいなと思います。ではこちらのですねサムジャムドンというエリア、ロータリーになってるんですけれども、真ん中がこういうですね人が集まれるような広場になってます。こちら横断歩道を渡っていきまして、この道をですねちょっとまっすぐ歩いていくんですが、もうここからであればですねお店まではもう1分ぐらいで到着になるんですけれども、この名前の道をまっすぐですねちょっと歩いていきます。もうねお店の看板とかは見えてるんですけれども、この黄色い看板のところがねヤシンリエンディエンサンティンというのがですねお店の名前になっております。上はですねマンションになってるんですね。でマンションの下の階にこのミャンマー料理店が入っております。店内ねこんな感じの雰囲気、ちょっとねマカオの食堂とは違ってねミャンマーっぽい、ミャンマーには行ったことないけれどもちょっと東南アジアっぽいところもあるんですかね。じゃあこちらねメニューになってるんですけれど、いろいろとねあるんですが、今日はねこちらのイータンフェン、日本語ではねモヒンガーって言われてるんですけれども、ミャンマーのね一番有名な麺ですね、これを一つ、あとそれとこの春巻きかな、あとサモサね、これも食べてみたいなと思います。以上ね、こういったものを注文しました。このイータンフェンというモヒンガーの麺と、あと、春巻きとサモサとでアイスレモンティーということで合計で70パタカーになります。1300円ぐらいってところですかね。でまず最初にやってきたのがイータンフェンモヒンガーですね。こういったですねなんか揚げ物みたいなのが具材に入っていて、あと玉ねぎが入ってるんですかね、なんか細い麺が入ってまして、でドロッとしたねスープなんですけれども、ナマズで出汁を取ってるスープなんですね。ちょっとね日本人にとってはね珍しいと思うんですけれど、これがまたね美味しいんですよ。あっさりしてましてね。飲み物はねレモンティーですね。ガムシロップは別にあるから、甘ったるくはないな。グラスがね少し欠けてるんですけれど、マカオのこういう食堂ではねこういうことよくあるんですが、皆さんはもしマカオに観光に来てねこういうのを見てもねあまりびっくりしないようにしてください。それとこのモヒンガーにねなんか薬味がついてるんです。なんかレモンとなんかパクチーかなんかかな。このまま食べてみて、後でね味変として、食べてみたいと思います。いただきます。東南アジアって感じです。あっさり、麺はねちょっと柔らかめのタイプなんですけれど、米の麺ですね。玉ねぎも柔らかくて美味しいわ。このねなんか揚げ物がドービンっていうんですけれど、ピーナッツかなんかわかんないですが、豆で作ったねなんかせんべいみたいなやつなんですね。サクッとしててこれも美味しいですよ。あとこれは多分ねタイ料理のトムヤムクンとかにも入ってると思うんですけれど、なんだっけレモングラス、あんまり覚えてないんですけれど、 お隣の国ですからねタイとミャンマーって似たような食材が使われてるんですね。ちょっとじゃあここで味変をしてみましょう。レモンを絞ってちょっとパクチーをねどさっと入れてみます。かなりね味が変わりましたね。パクチー苦手な方はね入れない方がいいんですけれど、さっぱりした味わいに今度変わりましたね。
麺と別にね、注文したのはこちらが春巻き、三角形のがカレーサモサですね。あっ、サクサク、うん、野菜春巻き、あのソースとかつけずに、うん、このままで十分ですね、うん、優しい味がします。こっちの方はちょっとサクッと、そしてもっちりとした食感があって、カレーはね全然辛くないんで、僕辛いのが苦手なの僕でも食べやすい、まあ、ちょっと日本のカレーとは違いますけれどね、うん、東南アジアだなっていうカレーの風味です。春巻きをちょっとスープに垂らしても美味しいですね。酸味が効いたレモンティーですげえさっぱりする。マカオに来てね、レモンティーとかミルクティーとか飲む人多いと思いますけどね、レモンティーはね結構お得ですよね、レモンたくさん入ってるから。それではレモンティー飲み終わったらもう完食完飲になります。モヒンガ本当にね美味しかったな。何も薬味入れずに食べたらね、あっさり、薬味入れたらさっぱりという味わいになりますし、サモサとね春巻きもすごいサクッとしましたし、出来たてほやほやのやつをね提供してくれて、うん、本当に美味しかったです。はい、それではですね、こちらヤシンゲンディエンサンティンで、食事をしてきましたが、あともう一軒だけねちょっとあの気になるところがありまして、売り切れてるかもしれないんですけれども、ちょっとね食べたいものがありまして行ってきたいと思います。では先ほどのサムジャムダウンのこのロータリーのところから、屋台以外のところをちょっと歩いて移動していきます。すごいこの辺り洋服とかがね安売りしてたりするみたいですけれどもね、本当にね完全なねローカルっていう、あんまりねここまで来るとね、そう観光客っていうのはね、来る人っていうのは非常に少ないと思いますけれどもね、特に買うものねないかもしれませんけれども、まあ、こういったところね雰囲気見るだけでもなかなか楽しいんじゃないでしょうかね、ローカル感味わえますし。で屋台以外のところをまっすぐ歩いてきましたら、車が通る道路に出ますので左に曲がってください。ちょっとねまっすぐ行きますと人が並んでるところがねあるんですけれども、これから買おうとしてるのはねエッグタルトなんですよ。なんかそこのエッグタルトがねすごく美味しいということで、なんかマカオの人からね教えてもらったんですけれども、一つねもしか二つぐらいね買いたいなと思います。あんまり並んでなくてよかったな、まずこれだったらすぐ買えそう。ベーカリーの、ね、お店なんですけれど、誕生日ケーキとかも売ってるんですね。中にもねいろいろとパンとかが売ってますね。リャンゴ、はいはい、はい、それではですねエッグタルトをね、2個買ってきたんですけれども、マカオでよくあるポルトガルスタイルのエッグタルトとは違って、ちょっと名前がねメイシュダンターということでね、アメリカンスタイルのエッグタルトということなんですけれども、ポルトガルスタイルのとの違いはね、なんかカラメルがね使われてないっていうのもあるんですけれど、生地もねなんか結構こっちの方がなんかもうちょっとしっかりしてるとか硬そうな感じになってるのかな。ではいただきます、あ、美味しい。これポルトガルスタイルのと比べるとこっちの生地の方がもうちょっとクッキーみたいな感じがするんですかね。コーヒーのともにいいんじゃないでしょうかね。メイシューダンターアメリカンスタイルということで、アメリカ本国にね同じこういうエッグタルトがあるのかどうかは知りませんけれども、またちょっとポルトガルスタイルのねいつものエッグタルトとはちょっと違うんですけれど、食べやすいエッグタルト、あれだけ人が列に並ぶのも分かりますね。出来たてほやほやってわけじゃないかもしれないですけれども、作ってねあのそんなにまだ時間が経ってないものをね提供してくれてるんでね、やっぱりこれもね時間経つとねちょっとこの生地がねふにゃっとするかもしれないんでね、まあ、他のエッグタルトもそうですけれどね、購入したらなるべくね
まあ、その場もしくはすぐに召し上がるようにしていただければなと思います。はい、それではですね、今日はサムジャムダンという半島サイドのローカルエリアのところですね、まあ、ちょこっとだけですけれども巡ってきました。まずミャンマー料理なんですけれども、マカオにはね結構ミャンマー料理店ってあるんですよ。ローカルエリアの方に行きますとね。なんでミャンマー料理店なのかと言いますと、昔中国からミャンマーに華僑として渡って、でこの数十年の間でミャンマーから今度中国にまた戻って、でその人たちが今度マカオに移り住んで、ああいったミャンマー料理店を開店させたということでですね、マカオならではのグルメというわけじゃないんですけれども、もしいつか機会がありましたらね、ミャンマー料理店に入って食べてみてください。ということで今日はこんな感じになりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、ローカルのところもですね、特にね用事がなかったとしてもね、ブラブラ歩くだけも楽しいかなと思います。では今日はここまでということにさせていただきます。マカオ散歩ソンツンでした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録して一緒にマカオのお散歩へ出かけましょう。